チャンネルこっちよ金曜日、初チェックはい。もう、残り試合、30試合ね。もう結構、どこのチームも、切ってくる中で、もう、9月にも入りましたし、もう、最後の最後の終盤の終盤、優勝争い、どうなってくるのか。クライマックスシリーズ争い、どうなってくるのか。勝敗表もね、きちり見ながら、ね、解説、チェック、していきましょう。はい。まずは、 パリーカか。セーブ対日本ハム。30日3対1でセーブ。31日2対4で日本ハム。1日、雨天中止。ということでね。1勝1敗。まあ、最悪ギリギリ負け越さなかったから良かったかなっていうね。現状、首位のセーブっていうところでね。30日。えー、こちらね。えー、3対1でセーブの勝利っていうところですけども。まあ、先発ね。高橋コーナー9勝7敗。 ね、えー、なって、まあ、10勝ね、あと1つっていうところですけども、この試合のテーマはですね、ビッグボス、作戦はまらず、恨め恨めっていうね、ところで、日本はね、初回、ワンアウトから、石井がライト前で、通り近藤フォアボール、で、松本がね、セカンドライアンダー、この先ね、お会いながらファースト投げたけどね、多分ね、あの状況で、あの位置関係だったら、多分先ファースト投げても、近藤セカンドでアウトにできないと思うんだよね。だからもう、それだったらセカンド1つね、 取った方が良かったんじゃないのかっていうところでね、オールセーフ、判断ミス、ね。ここでワンアウト満塁になって、ね、どうなってくるのか立ち上がりっていう中でね、初球満塁からワンアウト、エンドランね。でも森は胸元構えてインハイね、えー、行ったところで高めのボールだまんたって、それね、エンドランだから振るしかない。振ったら、サードね、ハーフフライ、ファールフライの、ハーフフライでね、ね、えー、取って全員走ってる。で、5、ね、4、 ダブルブレーっていうところで、ま、あでもセカンドランナーね、今度、見えてるはずだからね、走りすぎだね。もう、うま、あ早く戻っててもアウトになってたかもわかんないけども、もうアンツーカーぐらいまで来てたから、サードファールフライなんだから、自分でも見えてるはずなのに、上がっててもまだ走り続けるっていうのはね、バッと。ね、ま、あダブルブレーになってたかもわかんないけどね。ここで咲くはばらつっていうね。で、セーモは2回裏ね、ツーアウトから、クリアもね、レフトに2ベース。 鈴木翔平ね、レフトへツーベース、ちょっとね、アウトコース高めね、うまく被せて,て、レフトオーバーっていうところでね、まあ、ここでもね、1点もやれないぞっていうところでね、もう早々2回からね、超前進守備引いて、まあ、それをね、レフトオーバーで頭を越されるっていうところもね、作画裏目っていうね。でもね、この2アウトからのセーブ出せグッナイスいね。で、日本は3回裏ね、シ水ズレフト前、清宮ライト前、DC ライト前、で、ノーアウト満塁から、今度はね、463ダブルプレーっていうところでね、こう一点、この1点とまで大きかったね。 ここも1、2点ね、言っときたいところ、下位打線からね、チャンス作ったっていう中でね、近藤にいい形で回したけども、このダブルプレイで1点しか取れなかったのは大きかった。で、セーバーね、4回裏、ね、森のホームラン、ね、100号おめでとうグッと !100 号ホームラン、ね。で、ウネンティン、ライトへ、ね、高め、豪快に、ね、ホームランっていうところで一発構成でね、3対1と、逆転して、まああとはね、高橋コーナーがなんとかね、踏ん張って、抑えていくんだけどもね、高橋コーナーね、交代するのよ。 7か8回途中でね、先頭ね、シ水ズを取って、ね、ここで、清宮石とね、左が続くと、ね、近藤と、ここで雲、こう出してる。いいね。出して。でもあれの一つのデメリットありれ出すと。次に行くピッチャーめっちゃプレッシャーかかる。しかも、セーブドーム、外から見えてるからね。あの、ブルペンね。絶対、まあ、 通常でもプレッシャーかかるけど、雲相当プレッシャーかかったと思うよ。確かに同じ、ね、世界行ってたからね。まあまあまあ、でもそうなるとしっかり雲押さえてね。グッピッチ、ね。で、最後ね、9回、ピッチャーね、マッサが出てきて、先頭行動でフォアボール。で、松本フォアボール。ノーアウト1、塁からね、上川端、送りバント。で、ワンアウト2、3塁になって、フルカーね。ここで、作戦。やってくるんちゃうかっていうね。それだって、やってきてるからね。でもここで動かずで、動かなかったら、連続。 古川三振。今川三振でゲークセットみたいなね。動いてもうまくいかない。動かなかってもうまく、う,うまくいかないっていうね。ちょっと作戦がね、はまらなく裏目に出ちゃった,たなっていうね。まあセーブはきっちりね。エース高橋コーナで勝ったのは大きかった。えー、3対1。ね。で、ついで31日ね、2対4で日本ハムの勝ちっていうところで、セーブ先発ね、久しぶりの隅田。5回84球、5安打5三振、3四球、2失点と。まあね、なんとか粘って2失点はね、まあ良かったかなと。まあこうね、投打噛み合わずっていうところでね。あとまあ初回にね、 若干甘めに入って高め甘くっていうね、ちょっと立ち上がり慎重にね、入りすぎたかなっていうところでね、ここでで2点取られたっていうところは痛かったけども、その後もね、ランナー出したから、なんとか粘り強くね、投げてたんだけども、今年ね、本当にあの、トーダーがね、もうちょっと噛み合ってればもっと勝てたと思うんだけどね、そこら辺ちょっとアンバランスだったかなと。ね。で、日本ーも先発、根本ね。5回87球、4安打ダ3、4、2、9、2失点と。まあ、両コースね、ストレート。めっちゃ良かったね。 で、あとね、変化球は低く投げて。ま、あ、味方のエラーが悔やまれるね。ピッチング自体はナイスピッチングだったけどもね。ま、あ、先制してね、2点。えー、初回にね、えー、松本のレフトでタイブリーツーベース。ね。っていうところで、ワンアウト1塁からこう2点取って、ね。で、4回のね、裏。ね。セーブの攻撃。先頭森ね。清宮高質。手だけでいくじゃん。ファーストゴールなんだから体で止めるとかすらいいのに適当すぎるよ。軽く見える。体で止めろっていうね、ランナーいない高速出すけども。 山川三心、うねんてぃん、セカンドコロネ、中村フォアボール出すけども、鈴木昌平、ショートコロとね、その後の協力打線ね、根本をしっかり抑えて、味方のね、足引っ張られたもん、いけだけども、ね、5回裏、2アウトから、戸野崎のフォアボール、で、現田のショートコロ、石井がこういつ、バっと、またこう大事な時に選ぶ。で、今度は踏ん張り切れずね、3番森、森がね、2アウト1、2からライトでね、同点タイムリー、2ベースっていうね、守備ばッと、せっかく根本がいいピッチングしてね、勝ち投手の権利を持って交代できるかっていうところでね、これはもう根本としては悔やまれるね。 で、セーバーね、5回ぐらいに追いついて、このまま行きたいっていうところでね、7回、日本ハムの攻撃。これまた2アウトから。清宮レフトマイヒット。近藤センターマイヒット。で、2アウトね、1、3塁から、ピッチャー松本、どこ水上。まっすぐね、ワンパン。投げちゃって。森がね。でもね、まっすぐワンパン、難しいと思うじゃん。でも、まっすぐワンパン、正直、そこまで難しくないんだよね。難しいよ。びっくりするよ。 でももう俺はロッテの時にまっすぐワンパン投げるやつめっちゃいっぱい,いだろうね。ブチ切れてたけど。でもまっすぐワンパンってまっすぐ来るから。あの、ブロッキングの姿勢だけに入ったら、絶対取れんのよ。それはあの、ベースの何メートル前くらいでワンパンしたらそれは難しいけど、大体いいストレートのワンパンっていうのは、ベース過ぎてからワンパンするのね。で、まっすぐ来るから。 変化球みたいに回転もかかってないから変なこともしないし、それはここ構えててこっちのワンパンまっすぐ来たらそれはなかなか難しいけど、まっすぐ構えててまっすぐ来たところのワンパンってそんな難しくないんだよ。ブロッキングの形の姿勢だけ入ってたら絶対止めれるのね。っていうところで手だけで行くからミスるのよ。だから常にどんな状況でももうこのね、癖つけとかなきゃいけないのよ。 最近のね、森だけじゃなくて12球団のキャッチャーはね、こう手だけで行き過ぎだね。だ癖がついてないよ。何にするにしても。そういったところもしっかりね、コーチとかも教えないと。だからこれは大事なところでね、ミスするんだよね。で、それで結局1点取られて、で、その後ね、松本がもう首位出し確定っていうね、もう断突だからね、きっちり2点目取って、ね、これ4対2になったのは大きかったね。で、その後はね、しっかり、まあセーブはね、5アンダーで抑えられてるんでね、まあこういったところミスのね、負けっていうのはこの優勝争いしてる中では、ちょっと痛かったかなっていうね。 で、一日はね、もう、大雨です。大宮。ね、試合できないっていうところで、まあ、一勝一敗、まあ、終盤ね、あともう二十30試合向きってね、やっぱこうね、ミスっていうのはね、響いてくんで、正直内容関係ないんでね、勝っていかなきゃいけない中で、やっぱり内容悪くて負けるっていうのは最悪なんでね、そういったところは優勝に向けては、自我ダメね、セーバーしなきゃいけないんじゃないのかなと思います。結果、一勝一敗で5分です。はい。えー、続いては、楽天対オリックス。30日3対4でオリックス。31日3対8でオリックス。 一日十一11.8、11. 楽天。2勝1敗で、オリックスの勝ち越し。ね。楽天を最後ね、なんとか3連敗を阻止してね。これは大きかったね。これ、もし3連敗してたら、一気に5位転落っていうのも、あった時に、この優勝前線に、もこのね、最後負け越したけど1勝したのはちょっと首の皮一枚繋がったね。オリックスはね、しっかりここで勝ち越してね、えー、首位に向けて、再チャレンジね、行きたっていうのは、この勝ち越しね、大きかったかなと。 で、30日ね、3対4でオリックスっていうね、まあ、雨で足元緩く、請求乱れだかもっていうところでね、オリックス山岡ね、5回3分の2、101球、7安打2、三進、5四球1デットボール3失点と、まあ、立ち上がりのね、えー、2つのフォアボールから失点っていうね、えー、ところが痛かったかなと。あと、球数多くなってね、ラスト出せず、まあ、その中ね、まあ、んとか踏ん張ったかなっていうね、ところだけども、ね,ね、 あの、初回ね、えー、西川フォアボール。で、小深田バント成功で、浅村フォアボール。で、島内にね、ライト前先制タイムリーっていうね、ま、なしくない。この二つのフォアボールっていうね。でも、オリックスはね、4回にね、大城ライト前、中川レフト前、ノーアウトに三塁からね、吉田がライトにタイムリーヒットっていうところで、一気に逆転っていうところはね、ま、あ、大きかったね。楽天のね、え発、ー、先発、乗本ね、4回、82球、5アンドー3三振、1死球、2失点と、まあ、チームにもね、 余裕ないしね、もう負けられないし、で、調子が上がらないっていうところでね、ま、交代っていうところになったけども、ちょっとぜね、良かったり悪かったりのね、このっていう感じがね、もう乗り物絶対だけでは絶対負けないっていうね、ところの、ちょっと安心感がね、最近ないかなっていうところが楽天にとってはね、不安要素だね。で、4回ノブでね、逆転されて、逆転されたけどもね、4回ノブはに、ギッテンセンター前、で鈴木大地、ライト前ヒット、で、小こかと送りバント成功して、もうね、大田。 の、代打渡辺だからもう仕掛け早い。負けられないからね。そういったところではこのね、石井監督のね、負けられない思いっていうのはね、作戦に来てるもうどんどんもう、もう悪やつチャンスなとどんどん変えていくっていうね。で、ここ代打成功でね、渡辺がライトで逆転タイムリーね、えー、ヒットを打って、えー、3対2というね、しっかり勝ち越して、このまま締めていきたいっていうね。 両、両チームともね、先発が早く降板する中で、オリックスはね、山田、阿部、日が平野とね、しっかりね、0点で抑えて、ノーヒットで抑えて、最後、平野一歩打たれるけどもね、で、楽天も、安楽、宮森ね、孫、えー、西口っていうところがね、まあ、西口ヒット一押さえても最後にね、繋げてリリーフね、両チーム、ナイスリリーフ。しっかり踏ん張ってくるのよ。で、9回ね、松勇気出てきたと。もうこれはもう完全にね、勝ちゲームやと。いうところでね、先頭の中が三振取って、次、吉田正隆、フォアボール。 で、トング、フォアボール。で、二十歳がね、三振して、ワンアウト一、2 2塁からツーアウト一塁になって、西村が、センターオーバーの、逆転タイムリーツーベースって。この逆転一本は、大きかったね。そういったところでね、しっかり逆転してっていうところでね、若干楽天の流れがね。まあ、ここで終盤に来てね、守護神が打たれて負けるって、非常にちょっとね、この、影響力大きくなるよね。でもね、楽天9回裏、ね、 ピッチャーね、に平野が出てきて、西川ライト前。で、小深田ね、バンドして、平野はね、取れず、エラー。で、ノーアウト1円で、浅村クリーンアップここで一気にサヨナラあるかっていうところで、まあ、本人自らやったらしいけどね、あのー、浅村が、遅れバンドして、キャッチャーファールプレイ。もうちょっと、きっちり行きたかったね。ちょっと軽いね、感じ。まあ、どこまで練習してるかわかんないけど、やるんだったらちゃんとやらなきゃっていうね、ちょっとこうね、 タイミングも悪かったし、軽かったね。で、その後、代打もぎ三振、銀次三振というところでね、まあ、この、一点だけ、物にできなかった。楽天は言いたかったけども、オリックスとしては負けゲームをね、生き返したというところは非常に大きな一緒になったんですね。で、31日、3対8でオリックスっていうところでね、オリックス先発立ち七7回118球、7安打8三振、1、2球3失点と、まあ、立ち上がりからね、この右肩の開きが早くて、腕がね、 外回りして、玉渡り早くて、ボールのね、制球、あと伸び切れっていうところがね、ちょっと定まらず、ちょっとなかったなと。で、まぁ、あ、徐々にね、その、肩の開きも収まってきて、良くなってきたんだけども、まあ本調子ではなかった中で、まあ7回3失点、まあ、十分先発の役割はね、果たしたかなと。で、楽天先発、からしはね、3回3分の1、599、6アンダー3ゼ0、3、49、6失点と、これね、状態高い。と思う、俺。 だからね、状態高いからね、右足に中心がね、乗っていかないんだよね。で、乗っていかないけど投げなきゃいけないから、どうするってなったら、もうね、横振りに開くしかないんだよね。で、開くことによって、球渡り早くなって、高めに行くんだよね。だからそういったところでね、もう、やっぱ、カラシマッチョっうと低めに投げて、ね、変化球、うまくね、緩急つけながらっていうところでね、やっぱ自分の本来のピッチングの良さっていうのができるけど、この状態が高くて、右足に乗らないっていうところで、もう、こう、低めに投げたら垂れるっていうね、ところで強さ。 伝わっていいけない高めにいっちゃうっていうね良さ全くちょっとホームのバランス的にはね出なかったんじゃないからもうちょっと低めにね低く入っていきたかったなっていうところはねあるけどもまあその中ね2回の表このスクイーズ阻止はねグッとからしますですかね左バッターでねあー左ピッチャーでね走ったらなかなか見づらいだからねバンドの構えしたらねちゃんと高め外してねでそれで高め浮いてねだいぶキャッチしてダブルプレーグッとナイスプレーこういったところのねいいプレーもあった時にねそのホームの若干のねバランスっていうところがね 崩れたところは、ちょっとね、もったいなかったなっていうね、ところはありますね。でね、えー、楽天はね、初回に、ね、前日のバンドのミスは返すぜっていうね、朝村、朝村がね、先生ツーランホームラン打って、おい、けるぞっていうね、えー、なったところで、2回の表、ね、先頭吉田フォアボール、トング,グーにね、チェンジアップ高め入たところレフトスタンドへ通ってホームラン。で、 いやいや、負けられないっていうね。で、2回裏ね、えー、ギテンソファーボール。で、住みたいライトマイヒット。で、ノーアウト1、3塁からね、鈴木大地はライト、タイムリーね。で、ここで、オゴが送り番で決めて、ワンアウト2、3塁からね、西川、小深田でもう1点取れなかったところがね、ちょっと後々響いたかなっていうね。 で、そんで、も逆転したぞって、行くぞっていう中で、3回表ね、えー、クレバイスセンター、ツーベース。で、福田送りバンド。で、ワンナウト3塁からね、バレラがライトへタイムリー。で、中がアウトになるけども、吉田がね、ヒットでついて、5番トングがね、スライダー高め抜いたところを今度はレフトスタンドにね、もうほぼスイングはね、リプレイかっていうぐらいのね、レフトへ勝ち越しホームラン。だからトングもね、若干足開きながら、足開きながら体が開いてないんだよね。で、懐拾だからね、引っ張れるんだよね。だから俺はね、 まあこんなこと言ってオリックスワンに怒られる奇跡あれだけどね、アウトコースの日攻めた方がいいと思うよ。やっぱここはね、あのまま持っていかれるよ、力あるから。だからどっちかっていうと、ここ見せてね、いファールを出して、もう基本の基本見せて外。もうこっちの方が、こっち中心で考えたらね、行かれるよって俺思う。はい。それぐらい今飛ぶ感じ。 今でね、逆転して6対3。でも一番大きかったのはね、この6回、山内のレフトでホームラン。山内、グッ2人で頑張ってたからね、こいったところのホームランをね、非常に良かった。ここがね、一番大きかったね。で、まあ8回にもね、福田のね、タイムリーで1点取って、まあ8対3でね、まあ結果は圧勝になるんだけども、6回のね、山内のホームランっていうところがね、まあ全体的に効いたからと。で、楽ではね、3回以降、ほぼチャンスなしっていうところでね、まあやっぱこの2回のね、この状況で後にしか、もう1点ね、 取れてればっていうところのね、試合展開だったかなと。あそこがね、楽天としてはキーポイントだったかなと思います。で、1日ね、10位と合図で、楽天がね、なんとか勝利っていうところだけども、もう、乱打戦よ、もう。 オリックス先発ね、ビドル。3回78球、6安打二三2三振、3七7失点と追われ、その後の村西2失点、本田2失点とね、流れ止めきれず。楽天もね、藤平2回3分の14失点とね、で、安楽1失点と。まあ、そこでどんどんね、打ち合いになってくるけども、まあ、最後はね、11対8で、まあ、楽天がね、逃げ切るっていうところだけども、まあ、初回ね、まだトン頓宮がね、レフトへ、タイムリー、打って、 いい形でね、先制するけども、ね、また1回の裏に、浅村がね、ツーラ、やっぱ浅村のホームラン出てきたらね、こう打線がうまく回ってくるね。で、あの、2回と思ってね、もう冒頭冒頭、ファップル、バッと、トイプルバットバ,バ,バ,バッバッと、もう何やってもうミスでね、やって、でもこの悪い流れの中で、ね、今度は、呉林がね、ミスバッと、ミスをミスで返すみたいな。 で、朝村はね、サードゴロバリラが取りたい、バッと。エラーの試合。でも、流れ変えられないぜって3回の表、吉田がね、犠牲フライ。で、また、頓宮が、ホームラン。ね。よっしゃ、行くぜと、5対4、逆転やって言ったところで、4回裏。ここない内やんだ、で、西川盗塁西川の時盗塁して。ディレクトマイヒット。で、鈴木大地の時にね、また西川盗塁して。で、鈴木大地ライトへタイムリー。で、フォアボール。ね。で、ビドル、ここで村主に交代。で、島内が、ライトスタンドで満塁ホームラン。ゲームセット。 シマウグッパッティ。ミス多い。お互い、もう、終われよ。解説しようないのよ。もう、ドタバタ劇よ。うん、でも、その混乱にね、の中で、この島内のマン満塁ホームラン、効いたね。グッパッティ。この衣装はね、楽天取ったら非常にね、大きかった。逆にオリックスはミスから、ミスから、打線感じないのにね、このミスからっていうところがね、まあ、あとビドルの乱調もあるけどね、ミスから失点っていうね、 ところでもね、ねでも、冒頭、あれはね、取れない。ペーンって言った。もうね。キャッチャーもゴールキーパーじゃないからね。何でも取れるわけじゃないんだよ。ね。ピーンはもう取れないよ。さすがにね。だからもう、ビドルバット、ね。で、ボ頭トボト。エラー。流れ悪い。でもまあね、勝ち越しだっていうところはね、大きかったからっていうね。まあ結果で、ね、2勝1敗でね、オリックスは勝ち越し。まあ楽天はね、最悪1個勝けて大きかった。えー、続いて。 ソフトバンク対ロッテ。29日、月曜日1試合だけ。2対3でロッテの勝ち。30日。うん。31日。0対3でロッテの勝ち。31日、三十日試合ね。29日2対3でロッテ。30日0対3でロッテ。1日0対7でロッテ。ロッテの3連勝首の皮一枚から若干復活したね。この3連勝は大きかったけども、やっぱりソフトバンクはね。こういうとこなんだよ。このね。 まああの、チグオォーホックスって言ってね、わあ、いいて、勢いのってって言うんだけども、これがね、1軍と2軍のね、違いなのよ。やっぱりね、1軍選手っていうのはコンスタンスに結果残していくけど、2軍の選手っていうのは爆発力があったとしても、それがね、続かないんだよね。だから2軍に行かなきゃいけなくなっちゃうんだよね。これ続けるっていうところがね、難しい中、これロッテ戦ではね、完璧に抑えられてね、3試合で2失点あ、2得点、それは勝てないよっていうね。 えー、中で、月曜日はね、2対3で、ロッテの勝ちっていうところでね、あのー、長く言ってますけども、さぞき月曜日は、プロ野球ね、あったとしても、ほぼほぼ1試合だけだったら見ないんでね、この試合は見てません。ね、仕方ない。でも、勝った。グゲーはい。えー、30日、えー、0対3で、ロッテというところでね、ロッテ先発石川、6回93球、8安打33し、無四球無失点と、まあ、無四球がね、生きたなっていうね、あとまあ、ソフトバンクのね、 まずい攻めもあり、スイスイスイーっていけて、まあ、あとね、リリーフはね、ゲレロオスナで、まあ、とかカラカいい形になってきてね、非常に、グッピッチ。ね。で、ソードバンク先発石川ね、5回101球、5安打1三振、5四球、1デッドボール2失点と、まあ、6四死球で2失点はよく粘ったんちゃうかっていうね。そら、なかなかね、あの、その中で、だからロッテとしたらね、 そんなに6、七時級ももらって2得点しか取れないっていうところのね、この打線のつながりの弱さっていうところはね、若干不安要素あるけどもね、4回、中村ヒット、で山口フォアボール、で井上はね、センターフライアウトになるけども、2塁ランナーが3塁進塁して、ワンアウト1、三塁からね、安田がレフトへの先制タイムリーヒット、安田が上がってきて、この日で5試合連続をね、あんだっていうところで安田、配って、ね。で、 その後ね、岡デッドボール。で、満塁になって、松川のね、セカンドゴロ。セカンド、野村が、ファンブル高率で、ダブルプレイ取れずっていうね、バーっと。これ、楽勝ダブルプレイだったよ。だこういったところでね、ミスも痛いよね。あとはソートバンクね、攻撃で言えば、初回ね、今宮レフト前ヒット。ね。で、野村の時に今宮盗塁。で、ここでよ、野村がね、この、まあ、10本ね、そら83年ぶりのホームラン打ってね、新人で。そら、いいけどもね、 追い込まれてんだよね。で、今の状況を考えたら、勝ちに行かなきゃいけないっていうところでね、追い込まれてなかったら、まあ、100ポイントずっていいかと思うけど、追い込まれてね、スリーボール、ツーストライクで、普通に引っ張ってショートゴロ、バーッと。<laughs> 一式は最悪フォアボールになってても、反対方向に、最低でも新塁打を打つっていうのを、もっと野球のを上げていかないといけないね。多分もうそんだけなのは自分のバッティングすることだけっていうね、普通に引っ張ってショートゴロなんだよ。で、えー、そこでね、まあ、今宮が3塁走って、3本間に挟んでね、 6、5、6、4、ダブルプレイみたいな、バーっと。<laughs> ね。まあでもね、これ一番上手かったのはね、安田。ショートね、小川が取り出されるけども、あれね、安田がもらって、ショートに投げるタイミングが良くて、パンパンでアウトにできたっていうね、あの安田のね、タイミングがこのね、ダブルプレイを成立させたって言ってもいいから、何気にね、安田の送球。だ、ね、とこれ、新塁打打打ってないから、この回ね、1点も取れずダブルプレイで終わって、ね、ここで1点取れてれば、もっとね、違う流れだったかもしれない。続いてね、5回ね、先頭カルビスが、 え、センター前ヒット出て、初級盗塁でね、アウトっていうね、なんかサインミスらしい。バーンと。まだ、ど、自力で走ったんだったら、まあ、100分つって言うけど、サインミス。バーンと。何やってんだっていうね。で、こんな、まあ、ドタバタ劇もありね。点をね、取れず。ね。取れるべき時々に取れず。ね。で、ミスで点上げるっていうね。それはまあ、なかなかきついね。で、しかも8回はね、ピッチャーも、泉に変わってね、安田が、ね、変化球、パン、ライトスタンドで転んでしょ、バー ね。ロッテとしてはね、まあまあ、ピッチャー本当にね、踏ん張ったっていうね、いい試合展開、えー、カラカーゲレロースな、踏ん張ったねっていうね。でもまあ、六地時期をもらったらもうちょっと点取りたかったけどね。で、1日の試合はね、ダルタイレ0でロッテっていうところでね、もうロッテ完勝です。もう二回の表にね、えー、井上がライトしたんで。 ホームランを打って、いい形の先制して、で、3回の言うワンアウトからね、えー、奥のフォアボール、奥の盗塁、で、高部フォアボール、で、中村がね、レフトでタイムリーヒット、で、山口アウトになるけども、井上がね、またセンター、オーバー、タイムリーでね、4対0、もうこれでほぼ、試合、決まったね。あのー、ソードバンク、4安打だからね、もう、ほぼ、チャンスなし、みたいな。ミマがね、7回117球、3安打、えー、4三振、3四球っていうところでね、まあしっかり、えー、 先発の明かりは果たしてね、えー、ゲレーロースナっていうところも投げてるから、そこをね、当時広畑で、しっかりまあ7点差もあるっていうところでね、えー、しっかり踏ん張って勝てたっていうところは大きいし、まあ、さっきも言ったようにね、やっぱこのね、2軍の選手っていうところはね、もっとこのコンスタンスに出さなきゃいけないところで、打点のつながりがない。で、中心的な、えー、主力、今で言うとね、デスパイね、グラシアルっていうところがね、爆発しなかったらきつい。やっとミモリもね、帰ってきたっていうところで、まこ、あ、この終盤からね、 どこまでコロナのね、陽性の判定の人たちがね、帰ってきて、しかも帰ってくるだけじゃダメだからね、十分な形で結果を残していけるかっていうところがね、この反逆に向けてね、ポイントになってくるかなっていうね、ところで、もうね、9回にはね、もう高部のレフト前ヒットでね、放球ミスっていうね、ポロンって出ちゃってね、うん、逃げられちゃしっかり、もう流れないよ中村レフトホームランっていうね、感傷、ロッツは完璧な。 ね。ソードバンクとしては、ここからどう流れ帰ってくのかっていうね。早く帰ってきてくれっていうね。えー、9月だよ。全員集合の時期ですよ。ソードバンクの皆さん、9月ですよ。全員集合。今年はしないんですかてんてくてん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 。てんてくてくてんてんって言ってね。戻ってくれば強いチームなんですけど、そことこなんだろうっていうね。ロッテはこれでね、首の皮一枚繋がってね、また自節に向けてどういう戦いをするのかっていうね、大きな3連勝になったと思います。結果ね、ロッテの3勝0敗で3連勝でした。 えー、続いてはセリーグ。ね、セリーグも大激戦っていうね、ね中で、えー、DNA 対中日。まずはね、えー、ヤクルトにね、3連敗して、いや、このままじゃ危ないっていうところでどう盛り返していくのか。っていうところでね、中日対 DNA ね,ね、試合。30日6対0で DNA。31日3対零で DNA。1日7対0で DNA。DNA3 連勝首の皮一枚つらがった。中日再開脱出ならずっていうこの3連敗はドラゴンズにとったら、 めちゃくちゃ痛いね。ねドラゴンズ、今ね、5位広島に変わりましたけど、2ゲーム差っていうね、DNA はね、ヤクルト6ゲーム差、まあギリギリ、みたいなね、感じです。ですえー、30日、6対 0DNA ね。DNA 先発今中、8回118球、4安打五5三振二四球無失点と、まあ8月これでね、5戦5勝。グッと壁のビッググッ、スパイラルで、 戦国長だからね、やばいよ。ねもう本当にね、確実にね、しっかり投げて、ストレートの威力も抜群だし、もう言うことない、もう本当に素晴らしいピッチングっていうね。えー、中で、まあ、打線の方もね、確実にしっかりね、得点に結びつけて、しっかりね、勝っていくっていうところではね、抑えるべき人が抑えて、しっかり得点を取るっていうね。3回の裏ね、この日、ね、2番に入った太田、5打数5アンダー2打点、大田、グッて、ね、レフト前ヒット。 で、サノがフォアボール。で、マキがね、ライト前ヒットで、ノーアウト満塁から、宮崎がね、センターへのタイムリーヒットっていうね、えー、ところで、ま、あ2点を先制するんだけども、その後ね、ノーアウト1、塁から、外ね、ヤマトダブルプレイっていうね、ところで、ま、あここも行ってね、追加点欲しかったかなって、よく言えばね。で、4回の裏、ツーアウトから、クワラナイアンダー。で、大田がね、センターへタイムリーね、えー、ツーベースヒットで、1点ね、ツーアウトから取って。で、5回の裏、マキがね、レフトスタンドホームラン、マキ、グッパって。ね えー、っていうね、もう着実に点を取って、もう8回のね、あの、代打オースティンホームラン、もうオースティンまで復活してきたらやばいね、打線。でね、また大高タイムリーツーベースっていうところでね、もう着実にね、チャンスで点を取って14安打ダー6得点。で、ピッチャーね、あの、しっかり0点で抑えて、えー、完璧に投げきる。えー、中日はね、えー、4アンダー、完封負けっていうところでね、もう完敗ですいうことないです。はい。先発松葉、4回89、8アンダー、三振0、二死球、三死点。 藤島1失点。ね。ネオが大津に打たれました。っていうところでね、もう乾杯です。はい。三十一日三対二でね、DNA っていうところで、DNA 先発ね、浜口。七回109球、6アンド5三振、1四球、2失点と、ホームが安定してきたね。で、ストレートとね、チェンジアップのね、軌道が一緒。 いい形のもうね、ここの出た瞬間からのね、こればらつきがない。出た瞬間一緒だから、このまっすぐとチェンジアップでちょっとこれね、バッター判断つきづらかったんじゃないのかなっていうところでね、まあこれもホームがね、安定してるっていうね、ところで非常にバランスよく投げれているところ。で、ここでね、ほぼストライク先行でね、勝負していって、えー、ね、で、まっすぐチェンジアップよかったんだけども、対左バッテに対してはスライダーがね、安定してしっかりね、変化球でもカウント取れるっていうところはね、非常に自分有利なピッチングがね、できたんじゃないでしょうか。 で、中日先発勝つのね、6回104球、5アンダ8三振、29三振点と、ま悪くはないんだけども、慎重になりすぎてて、ちょっとボール先行っていうところがね、多いっていうところはね、悪くはないんだけども、もうちょっと余裕を持ってピッチングね、できるんじゃないのかなっていうところはね、その投球感では思いましたけどね。で、DNA はね、2回、外がね、えワン、エンドワンから高めのストレートをね、ライトへホームラン。ね。で、5回、ツーアウトからね、飛ばしら。 カーブが高めに浮いたところをライトへホームラン。このね、5回の飛ばし屋のホームランが勝つのにとって痛かったね。まあその前の打席ね、カーブで打ち取ってるっていうのはあるけども、ね、そこカーブね、選択悪くないけど、もうちょっと低め投げてほしかったね。でもここは飛ばし屋よく反応。グー。ないっちね。で、6回。小原フォアボール。で、大田三振。佐野センター前。ほんで、ワンアウト一三塁になって、キのね、5、四。 ダブルプレイ崩れ。ね。543ダブルプレイ崩れで1点ね。安倍三遊間打球ね。よくダイビングで取ったけど間に合わず。まあこれは仕方ない。間に合わなかったね。まあこのね、1点っていうところがね、決勝点になるんだけどね。まあこれは仕方ないかなっていうね。ところでちょっとね、ドラゴンドにしたら流れもなかったかなっていうね。 でも、この試合はね、前日はね、ドラゴンズも0点で抑えられたんだけども、2回の表にね、安倍がレフトスタンドでホームランっていい形で先制するんだよね。でも2回、外がね、お返しのライトでホームランで打たれて、でも3回の表にね、勝つのがね、自分の力で宇宙か抜けるね、ツーベース打って、おホぼーがね、絶妙のセーフティーでね、内安打になって、ノーアウト1、3塁からね、辻田のダブルプレイの間に行って、これ痛かったね。このダブルプレイで1点しか取れなかったのは、ちょっとね、流れ的には痛かった。 で、5回飛ばしのホームラン同点になって、6回ね、そのダブルプレイ崩れてね、えー、勝ち越されて、で、結果ね、えー、DNA の浜口7回まで投げて、そこからね、エスコバーね、伊勢っていうね、これはもう2人で1イニングっていうね、もう、石橋を叩いて渡るじゃないけども、しっかりとリリーフして、山崎浅明が最後ね、しっかり抑えてね、ね、逃げ切りがちっていうところでね。で、まあ、この、ドラゴンズはね、やっぱこれね、中軸がちょっと苦しい。ビシエドがね、この4試合連続ね、 ノーヒット。ね。この31日まで。これでね、打線がやっぱ繋がっていかないっていうところがね、ちょっと痛いよね。敗戦的には。で、このね、9月1日の試合っていうところでもね、ビシェドがノーヒットっていうところでね、えー、5試合連続ノーヒット。ね。その場合3番に入ったレビーラもノーヒットっていうね。えー、中でもう打線の繋がり。だから1、2番ね、岡林、大島っていうところがね、頑張って類出てんだけども、結局ね、だからもう安倍3番か。ね。 ちょっとレビーラビシエもうビシエド買い下げるかって言っても買いからだけで上げてくるんやっていうね、ここに来てね、打線の薄さっていうところがね、ちょっときつい。ね、1日の試合もね、何対0で DNA の勝ちっていうところでね、中日先発上だね、6回106球、8安打、5三振2四球4、29、4失点と、まあ、若干右バッターのインコース、これね、逆対角線いいんだよね、左バッターへの。 インコース、右バッターにアウトコースっていうね、正規力をね、非常にそこからね、まっすぐ落とすっていうところもいいんだけども、このね、対角線がね、しっかり投げ切れたら、もっとね、良くなってくると思う。若干甘いんだよね。対角線の投球っていうのは。で、この日はね、その生命線の外っていうところもね、あの、甘くなってね、打たれるっていうところになるんで、だからそこで打ちに行った時に、打ちに甘くなるから振り切れないんだよね。だからそういったところは今後のね、 課題として、もうちょっとこのね、対角線のストレート、スライダーっていうところの精度が上がれば、より自分の得意なアウトコースっていうのが活かされるわけだからね。この活かすためにも、もうちょっとこっちのね、あの、対角線の精度っていうのをね、まあ来年に向けてちょっと上げていきたいかなっていうところはね、あるよね。DNA 先発ロメロはね、6回79球4安打6 3 4 1九無失点とね、しっかり自分の投球ね、ボール動かしながらできたっていうところではね、まあこの打線の援護もあったけどね、3回裏にね、 えー、伊藤ライト前ヒット、ロメル送りバントきっちり決めたね。うまかった。ね。で、小原は、左中間へ2ランホームランっていうね。で、4回裏、2アウトから、マ戸がライト前ヒット。で、また伊藤光がるがね、タイムリーツーベースっていうところでね、この、もう2アウト1塁、ホームランか長打しかないっていうところでね、えー、タイムリーツーベースっていうこの一点はね、非常に大きかったかなと。で、6回裏にもね、えー、ワンアウトから、宮崎ライト前ヒット。で、岡林悪送球になってね、えー、ワンアウト。 二塁から、外がね、レフトへタイムリーヒットで1点取る。で、7回裏にも、えー、佐野がね、ライトへタイムリーヒット。で、牧もセンター前ヒット。もう打線つながる、つながる。打ち出る小寿で、8回またね、クワハラがセンターへタイムリーツーベースっていうね。もう打ち出る小寿で、もう打線つながって、もうどうしようも止めようもないっていうね。中でもう7対0。完勝でございます。レビーラビシェード。ね、全く打たない。もうこの外国人のロッテと一緒。なかなかドラゴンズも苦しい。打線。 大幅入れ替えか。でも誰出すんやっていうね。えー、ところではちょっと苦しいね。試合展開になって、この3連敗は痛かった。でも DNA はね、3連勝。優勝争いに向けて首のカード1枚ね、まだ繋がってるっていうところでは、次のカード頑張りときっていうね。まあ、結果ね、DNA3 連勝でした。さあ、続いて、阪神対広島。30日1対0で阪神。31日6対5で阪神。1日8対0で阪神。阪神の3連勝この3連勝も阪神にとったら大きかったね。まあ、3位はね、絶対死守。ね。2以上抜け、どこまでいるか。 1>, 1位、佐々木データによると、優勝に向けて、首の皮一枚。首の皮でも絹の糸一本繋がってます。はい。後で言います。最後まで見てください。ね。というところでね、30日の試合ね、えー、初回、マウンドに上がったけども、アメヤギさん登場で、アーメヤギって言ってね、40分間中断。 マウンド立ったのにね。で、さらかプレイボール。な、なかなかね、調整難しかったと思うけども、ね、青柳、7回114球、4アンド4三振、無視球無視点とね、フォアボールも出さずね、低めにしっかり、結構低めにしっかり投球できてたね。 そういったところで非常にね、グッピッチング。で、広島先発森下もね、6回104球、5安打5三振、29無失点とね、ま、あこのね、雨の中断いろいろあった中でね、ストレートはね、しっかり投げ込むで、変化球はね、低く低く、で、あとカットボールはね、低くっていうよりコースコースっていうところでね、しっかりそのコース、工程っていうところをね、球種によって使い分けて投げ切れたっていうところをね、非常に素晴らしいグッピッチング。ね。で、阪神はね、3回裏、ね、 青柳、セカンド、ナイアンダーっていうね、ところで。まあ、これね、別に点に繋がらなかったんだけど、これなんで言うかっていうと、セカンド、矢野がね、菊池かと思ったっていうぐらいの、二遊間のね、と、取って、ジャンピングスロー、ファーストね、セーフになったけども、これプレイにね、グッドプレイ、あげたいね。ま、あ、そんなと別に得点繋がってもなんでもないからね、なんてことないんだけども、 あのね、セーフになったけどね、あの身体能力の高さね、まあ、このホームランもね、今日本も打ってるしね、この今ね、菊池がコロナで抜けた中でね、そういったところであのプレーはえげつなかったね。ジャンピングスロー。ほんと、プレイオブズで、ね、えら、プレイニュースで選ばれたかどうかはわかんないんですけども、ぐらい、セーフだけどね、素晴らしいプレーだった。でね、え神、ー、はね、このトラ、1点をね、なんとかっていうところでね、8回裏大山はね、レフトへ決勝点ね、っていうところで、で、ケラーが更新発生、グッグッ ね。この一点。まあ、大山も、もう、阪神ね、どんどんもうコロナ抜けてるのが帰ってきてるからね。そういった中でのこの活躍はね、しっかりして大きかったね。で、広島はね、5回表、ワンアウト一三塁から森下のスクイーズ失敗、キャッチャー前転がっちゃってね、サード集まれてアウトっていうね。あれできてればね、ああいうところのこうなった時の一点で、ね、しかも自分の力でっていうね、中ではあれがちょっと痛かったかなっていうね。で、31日、6対5で阪神っていうところでね、えー、広島先発作り。 3回3分の1、76球、5安打二2三振、3四球、1デッドボール4失点と。まあ、立ち上がりね、低めに丁寧に投げてたように見えたんだけども、ま、制球はね、ちょっとばらつき気味かなっていうところはあったけども、まあ、4回ね、一気に、その制球が高くなって、2だっていうところでね、まあ、広島はね、えー、3回表に磯村フォアボール、栗が送り番で決めて、ノマアウトになるけども、2アウト3塁からね、返、えー、帰ってきた菊池が先生タイムリーヒットでね、いい形で1点取るんだけども、4回の裏にね、 えー、ワンアウトから近本センター前。で、佐藤フォアボール。で、大山はね、レフトにタイムリーツーベース。で、ロハスフォアボール。で、木波のね、えー、ショイトのね、勝ち越しのね、タイムリー内安打っていうね。で、梅野がセンター前タイムリーヒットっていうね。中で4点取られる。ここがね、ちょっと全体的にクリアの球がね、高くなってきちゃったんだよね。で、まぁ、あ、そこでね、パンって思いながらね、交番、バンするんだけども、あーって思う中で、広島はね、えー、5回の表、小園レフト前。で、磯村フォアボール。代打、秋山、三振。 で一番の間に変わってセンター前タイムリー。で、菊池がレフトスタンドでスリーランホームラン5回に、ね。ッドナイスト。これで、一気に5対4になって、いけるぞって思った瞬間、5回の裏、2アウト1塁から、サウゼルはね、盗塁する。だからね、これね、まあ、数字ちゃんと調べなきゃいけないけども、カープね、盗塁されすぎなんだよね。もう、ボンボン、ボンボン走られるからね。で、それでもうなんか相手にチャンス上げてるっていうところも、もうちょっと修正していかなきゃいけないんちゃうかっていう中でね、あの、サウゼルが盗塁して、 で、大山が同点のタイムリーヒットっていうね、こう痛いよね。で、えー、7回裏にワンアウト満塁から、ロハツがね、ライトへ犠牲フライっていうところでね、えー、勝ち越し。これもね、近本佐藤大山のクイーンナップがね、チャンスメイクするっていうね、えー、ところでは非常にいい形の点の取り方。阪神ね、えー、先発、えー、伊藤ね、5回82球、5安打三ー33球、29、5失点とね、この、ツーシーブのね、精度がちょっと悪いね。 やっぱ伊藤のね、いい時っていうのはこれね、右バッターでも左バッターでも関係なく、ツーシームをしっかり投げてカウントを担ぎながら対角線っていうところがあるんだけども、ツーシームの精度が悪くてカウントがね、整えきれないんだよね。で、全体的にストライクボールがはっきりして、で、甘くなってそこを2だっていうところがあったんで、若干そのツーシーム系逆対角線の精度っていうのをね、ちょっと上げていきたいかなっていうところがね、ここ最近のピッチングのね、苦しいとこかなっていうね。中ででもまあ最後はね、しっかり勝ち切って、ね。 ケラーが、またもセーブを上げるっていうね。で、この日、岩崎がね、6回投げて、ちょっとね、後ろも編成変えていくかなっていう中でのね、え、勝ちは、まあ、なんとかね、ギリギリで勝ち切ったっていうね。まあ、こういった接戦も勝ち切るっていうのはね、大きいね。で、ここ1日、8対0でね、まあ、うてんコールド、ね、コーコールドになって、え、8対0で、え、6回裏でね、終わったんだけども、最期ね、半身いいピッチャー、バンバンコるで、ね、6回92球、3打球三振29無失点と、もうまっすぐの系とあそこから落とすフォークのね、 こう上から投げ下ろすっていうねピチ。非常にいい形のね。で、まあ、広島はね、もう最後はエラーで自滅です。ね。攻撃的に言うと、3回裏ね、え、また大山がタイムリー。もう大山が絶好調。タイムリー打って、で、5回のね、えー、裏に帰ってきた近本がね、え、ライトスタンドへホームランで3点。で、もう6回はね、ワンアウトから、ヨーがね、え、最近の代打、レフトへツーベース。で、中野のね、え、セカンドゴローを読むと、ね、あの、ファンブル。で、その後を読むと、悪送機。ね。 まあさ、さまあ、雨降ってね、まあ、ぬかるんでるとかいろいろあるけども、そこもしっかりやんないと。ね。で、最後、サドテルがライトにタイムリー、ツーベース、打って、で、大山がまたね、センター前タイムリー、で、雨降ってきて、コード。ね。まあ、これは仕方ない。ね。逆に言うと、6回なのにもう13アンダー打ってるっていう、阪神打線がげつないね。近本4打数、4アンダー、1打点。サドテル4打数、1アンダー、3打点。えー、大山3打数、2アンダー、2打点。で、ロハズ3打数、1アンダー、1打点っていうね。木内も2アンダー打ってっていうね。 キラミもこっから頑張って、セカンド行こう。中野、セカンドっていうね、えー、ところでできればね、この前半戦のね、苦しみっていうのを脱却できるんでね、いい形のね、活躍っていうのをね、見せてもらいたいと思います。結果ね、この半身の3連勝はね、非常に大きかった。この後の勝敗表見てください。まだチャンスありますよ。昨日の糸、1本ね、捕まってますよ。 最後に、巨人対ヤクルト。30日2対4でヤクルト。31日8対8で同点。ヤクルトの1勝 1, 1分けで勝ち越し。まあ、ヤクルトはね、負けなきゃいいからね。この引き分けっていうところはね、大きかったかなと。まあ、この日2試合ね、日刊スポーツで評論書いたんで、そ、そこら辺もね、読んでもらいたいなっていうね、ところはありますけども。もうね、30日の試合はね、警戒するのは村上だけじゃないよ。 ヤクルトの強さ、村上だけじゃないよっていうところがね、あの、非常にいい形をね、ヤクルトは見せたかなと。まあヤクルト先発ね、えー、小沢。ね、6回100球、3安打 63C、2四球1点と。まあね、あの、フォークがめちゃくちゃいいね。あの、サイドからのね、フォーク。いい角度からね、投げていって、いい角度でいい高さで落ちるんだよね。あのフォーク。クッピチ非常に素晴らしかった。で、巨人先発、菅野もね、このエースの投球っていうところでね、非常にいい形のピッチング。村上に対して、だから、 菅がの大城のこのバッテリー、この村上対策非常に良かったね。このインコースの使い方っていうのも素晴らしかったし、外の振ってからのもう一回インコースに戻る時のタイミングもね、非常にいい形のね、ピッチング。村上もね、全然崩されてないけどね、いいか、でも若干差し込まれてたっていうところはね、非常にね、この村上対策、このバッテリー良かったんじゃないのかなと。まあその中でね、3回表、小沢ライト前。結局この小沢のヒットがね、痛かった。 で、塩見送りバンド。で、ワンナウト2位からキブレハン三振するけども、山田にね、スリーボール2ストライクになって、次村上控えてると、これう歩かせば気に行かないと、ちょっとスライダーの精度がね、スーのがちょっと悪かったんだよね。で、そこでスリーボール2ストライクになって、スライクゾ飛んで勝負しなきゃいけないって言って、まっすぐ投げたら、パッカンツーなホームラン。村上いるから歩かせれないっていうね、村上効果打って山田もすごいけどっていうね、パってこう二点先生されて、あちゃー、これクくトかなと思ったら、3回のぐらいね、 ワンアウトから、大城がね、レフト前ヒット。で、キブレハンはファンプルスライドへ二塁っていうね。で、菅がアウトになるけども、吉川フォアボールで坂本がね、若干ちょっと泳ぎながらもね、レフトへタイムリーツーベースで、この1点取ったのはね、非常に良かった。 で、7回裏ね、もうどっち、このまま行くんかどうなるんやっていうね、お互いっていう中でね、えー、ピッチャー田口に代わって、代打中地にね、レフトへツーベース。で、若林送りバンド。で、大城のワンナウト3塁の時に、ソーでね、増田が3塁いる中でね、これ絶対ギャンブルスタートやなってね、追い込まれてね、スライダー、もう大城はもう当てるだけ、なんとか三振なきゃがけななんとかして当てる。当てたらギャンブルスタート突っ込んでくるっていうところでね、もうなんとかね、コンパクトに当てて、 若干ね、二遊間寄りのショートゴロになって、ショート取ってホーム投げるけども、増田のね、ギャンブルスタートのスタートもよくね、あの打球とか打球方向だと、ホームは無理だね。さすがにあれはね、ホームアウトはね、仕方ない。ね。でも、大城のね、あの最後コンパクトなバッティングでね、1点取りに行くアウトになったけど、バッティングとしたら、グッドバッティング。増田の走塁ね、グッソーリーっ同点になってね、オッケーってね、行ったけども、まあ、巨人もなかなかね、チャンスっていうのがない中で、まあ、11回表にね、 えー、ピッチャー今村、ワンアウトから、村上ね、抑えたんだけどね、インコース、めちゃくちゃ、これもね、配球もめちゃくちゃ良かったのよ。で、めちゃくちゃいいとこだったのよ。でもね、クトコトコトコっていいとこ飛んでいくのよ、三遊間の、ポテポテの。で、内安打になって、オスターがね、サードゴロアウトになるけども、これ、青木のテッドボール痛かったね、結局ね。で、結局最後、中村が、センターへタイムリー、スリーベースで、二点取って、ジェンと、みたいなね、形になるけども、ね、村上だけじゃないで。 周りもいるで、みたいなね。えー、感じでね、行くんだけども、ね、効かな内野のもね、ちょっともうついてなかったね。逆にヤクルトはね、ついてて、この一生っていうのは大きかったなっていうね。で、えー、火曜日ね、8対走っえー、同点っていうね、引き分けっていうところだけども、えー、ヤクルト先発ね、高梨、1回3分の2、46球、5アンダー2、三4、振 2, 振2、4、4、って、もう全体的に高かったね。 え、ボールが。でね、えー、巨人先発、井上ね、4回89、4アンド5三振19、1, 9, 4、4ってと、投球自体はね、悪くなかったんだけども、井上が今後ね、良くなっていくためにはね、今、まっすぐカーブ、スライダー、ほぼほぼなのよ。右バッタリーも外からスライダーとかでカウント取りながらっていうね、ところでね、チェンジアップ系がね、非常に少ないんだよね。投げてないわけじゃないけど、もう全体の割り返しはもうスーパー。 2,3九しかなげてないから、もっとね、こう今後、やっぱその俺のチャンネル見てる人はともう知ってくれてると思うけど、何回も言うけど、左ピッチャーでローテーションを回るためには、もうね、チェンジアップ、通ー向けのチェンジアップ、 フォークをね、いかなるカウントでも投げられる制球力がないと、やっぱ一年間ローテーション回らないんだよね。これ、入ってくる球だったら、もうバッター、そんな難しくないからね。まあもちろんその中で勝つっていうことはあるかもわかんないけど、長く勝つとかね、ローテーション守るっていうのは苦しくなってくるから、ちょっとね、もうちょっとチェンジアップのね、精度を上げる練習をね、するといいからね、いい感じでこの日も投げれてたのよ。でも苦しくなる。ずっと同じと配球になっちゃうからね。さらに自分の良さを引き出すために、チェンジアップっていうのは絶対覚えた方がいいと思う。 そしたらね、もっと良くなるし、簡単に勝てるようになる。そういった中ではね、もったいないなっていうね、これから頑張れっていうね、思いだったけども、もうボン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 ね、点数取り合っていくのよ。2回の表ね、オスナがレフトサタンドインコースね、ホームラン、村上フォアボールの後ね、えー、これオスナのね、<laughs> 頑張りっていうかね、打つのもね、村上効果のね、村上をさらにね、打た、上げていくね、簡単にあるかせれなくなるからね。でもその後ね、巨人もね、中戸フォアボールで岡本がね、センターへ同点の、えー、ホームラン、 で、またランナー貯めてね、え、坂本がピッチャーへのね、タイムリー悩んだで、ポランコもライトイヒットで4点取って、おこれは巨人かと思ったらね、4回の表、ね、村上が3ベース、ね。ああいう、2年ぶりの3ベースらしいけどね。ああいうところでもさ、さ、ね、この今日、三塁まで行くっていうね、ストーリーね。で、その後オスナのね。 セ,セカンドコーの間にも一1点っていうね。えー、ところもね、これもツ2ストライク追い込まれて1ボール2ストライク。でもね、外野、内野はもう後ろ下がってるっていうね、もう最低でも1点取るっていうね、ホームランもあるけども、オサのね、あのコンパクトにね、新塁打を打ってランナーを返すっていうところのね、オサのバッティング、グッバッティング。こういったところがやっぱりね、周囲のチームの強さだよね。で、その後サンタナがね、左中間、ホームランっていうね、えー、ところで同点。同点になったけども、いやいや、これもまだ終わらないぜっていうね、 えー、ところで5回の裏ね、ピッチャー梅野に代わって、梅野も高い。全体的にね。で、ライトでツーベース、プランプが打って、で、丸がね、勝ち越しのタイムリー。で、中野フォアボール。で、岡本アウト、で、オーカーアウトになるけども、ツーアウト1、塁から、吉川がね、レフトへタイムリーヒット。で、また大城フォアボール。で、茂野がね、押し出しっていうね、3点取って7対4。これで、ジャイアンツ勝ったなって思ったら、6回の表、ね、山田がまた、ホームラン。 で、その後、オスナフォアボール、サンタガンでレフトへツーベース。で、キブレハンがレフトへね、犠牲フライ。変化球ね、ちょっと泳ぎながらもしっかり合わせてね、犠牲フライで、1点差。で、7回表に、ね、ツーアウトから中村フォアボール、山田レフト前。で、村上敬遠して、オスナがセンターへの逆転、タイムリーヒットで、逆転。っていうね。でも、7回裏ね、ワンアウト、えー、2、3塁から巨人ね、えー、先頭、えー、若林フォアボール。ね、吉川デッドボール。 ノーアウト一流から大城がね、見事にバンドを決めて、ワンアウト二三塁になった時に、ここでどうするんやと思ったら、ヤクルトも、内野後ろ、行っても OK だ。ね。まあ、ここでね、ヤクルトが負けなきゃいいっていうのが分かるよね。もう、負けはダメと。最悪引き上げても OK と。あとは、打線が状態いいから、逆転されなかったら、点取られるから、無理にそれを防ぎに行かなくてもいいっていう、この余裕。っていうところがね、非常に垣間見えた。このね。 後ろに守る。で、ここでね、ノ信がセカンドゴロを打ってね、1点入るんだけども、その後ね、しっかり抑えてね、同点、でまあ結果、ね、点入らなかったんで引き分けまあ、ヤクルトにとったらね、この引き分けっていうのはね、十分負けなかったことがね。でも、巨人っていうのはやっぱ勝たなかったこの引き分けが、ね、ダメなんだよね勝たなかったらいけないっていう中でね。まあ、ここでやっぱり注文するとしたらね、えー、ヤクルトの投手陣高梨、フォアボール2つ梅の3つで久保を、ね、2つっていうところでねあの こんなに打線状態いいんだから、そんなもっとね、覚えきって攻めていけばいいじゃん。その、コース狙って打たれたら困るとかね、コース狙ってっていうね、別に打たれてもいいじゃん。逆転してくれるよ。だからこんな強力な打線いるんだから、もっと覚えきったピッチングね、ストライクゾーンで勝負するっていうところをやっていかないと。もったいないね。そう、逃げてるわけじゃないと思うけどね、コース狙ってっていうところでね、ランナー出して全部ね、2回もね、5回も。で、 7回の失点も全部フォアボール絡んでんだよね。7回なんでフォアボールデッドボールから始まってるからね。そういったところでもね、そんな窮屈にならないで、こんな強力打線あるんだから、もっとね、ストライクゾーン投げていって、打たれてもいいじゃん、打ち返しやるぜ、みたいなね、感じでやると、もっといい方向に行くんじゃないのかなっていうね、感じたヤクルトの試合でしたね。結果、1勝1分けでヤクルトの勝ち越しでした。 さあ、ということでね、ちょっと申し送り事項じゃないんですけど、今日ちょっとやりたいことがあるから、次の試合のカードだけ。ヤグルト対中日。ね。えー、阪神巨人。ね。これはもう3位争いに負けられない。広島 DNA っていうね、ここもやっぱり広島3位狙うためには負けられない。で楽天日本ハム。もうね、楽天日本ハムにね、ちょっと負け越したらもう終わっちゃうよっていうね。で、ロッテとオリックスね。 ここね、ロッテがどこまでついていけるかね、オリックス山本宮城来るねっていうね、西武ソフトバンクで1位2位争いっていうね、えー、中で、まあ、どうなるのかっていうね、えー、ところだけどもね、優勝展開のね、ライン発表っていうね、こう、ちょこちょこ変わっていくからね。でね、セリーグはね、あのー、多分、80勝が優勝ラインだと思うんだよね。あのー、このまま行けばね。で、その中で、えー、今ヤクルト1位だけども、 ヤクルトが69勝。だから80勝まであと11勝。残り試合が25試合。だからヤクルトは11勝14敗で80勝ラインに行けるっていうね。借金3でもいいっていうね。で、あとは9月。うん、あと5週間。五週間。だから、3敗はできないけど、まあまあ、試合数もね、考えて。でも、借金3で行けるからね。そういったところはかなり有利。DNA はね、今61勝。だから19勝10敗。貯金9でいかなきゃいけない。 これかなりきついね。で、阪神はね、もう61勝。でもあとね、19試合しかないの。だから、ね、阪神はね、19勝0敗。今から。そしたら、だから、糸一本可能性あるって言ったのは、80勝に向けて、19勝で優勝狙います。まだチャンスあります。でも、もう他のチーム、それ以下のチームはもう80勝届かないのよ。残り全,全勝してもね。ヤクルトだけ、あの、阪神だけ、19勝0敗。残り試合、今日から。 ね、これできれば優勝ラインいけます。でもやっぱりこ,こに見るとやっぱヤクルトが断然有利だね。でね、3、え、位、ー、争いっていうことを考えると、これね、70勝ラインかなって俺は予想してんだよね。そうなるとね、阪神はね、残り9勝10敗。借金1でも 3A クラスは死守。巨人が14勝7敗、貯金7。で、広島が14勝5敗、貯金9。で、中日はまだ可能性ある。 18勝7敗、貯金11。これができれば70勝ラインに到達するんだよね。だから、でもこう考えたやっぱり巨人、広島、中日は厳しい戦いになってくるね。今、このね、3連戦の戦い方見ててもね、この70勝、70勝ラインでこれだからね、そういった意味では若干決まりつつあるけどどうなんやろうっていうね、もうやっぱり3連勝、巨人なんで阪神戦これもう3連勝必須だね。 そうしないとなかなかね、阪神に3位さえも伺えないんちゃうかっていうね、えー、ところは。だってもう広島、もう5敗しかできないからね、広島もね。そういった意味ではもうこのカードね、巨人、広島、中日なんてもう3連勝でね、行かなきゃいけないぐらいのね、感じ。このラインです。皆さん、まだ行けると思いますが、どうでしょうか。続いてね、えー、パリーグ。ね、パリーグは優勝ラインが75勝かなっていうね、 ちょっと80勝は厳しいかなと。80勝だと、あの、西武でまた16勝しなきゃいけないから、あと残り21試合しかないのに、16勝5敗はちょっと現実味ないじゃんね。って考えたときに、75勝ラインかなっていうね、優勝ラインが。ってなってくると、西武はね、残りね、11勝10敗です。貯金1で75勝ライン。で、ソードバンクは14勝12敗。貯金2で15勝ライン。で、オリックスは12勝9敗。 貯金3。で、楽天が16勝9敗、えー。貯金7。ね。で、ロッテが17勝8敗。ね。貯金が9。できれば75勝ライン乗ってくるのよ。だから残りあと5週間。まあ、約1ヶ月。だから、ロッテは2敗できない。週。全週ね。でも8回負けれる。 だこの週末、オリックス3連勝必須。そうすると、もう残り4週で、あの、2敗ずつできるから。まあ、まあ、最低全カード勝ち越さなきゃいけないんだよね。ロッテでいけばね。でも、まあ、まだチャンス。このね、ソートバンク3連勝で、首の皮が1枚繋がったかなと。でもこれね、75勝ラインだから、これが、ラインが上がれば上がるほど、セーブが、貯金1でいいからね。もう、セーブが、だって13勝8敗。 とかでいきそうやもんねそうしたら上がったら77勝になるから77勝するためにはロッテは19勝6敗になっちゃうからそうなるとかなり厳しくなるねだから75勝ラインだとまだ楽天、ロッテも可能性あるけども西武がどこまでねソフトバンクがどこまで上積みできるかによっては変わるけども現実味、オリックスまでぐらいが現実的かなと。 でこう考えたらやっぱりロッテがね、西武とソフトバンクに大きく勝ち越したっていうところのね、この10試合7勝2敗っていうところは非常にね、大きい、この勝ち越しでね、首とこかは1枚繋がったかなっていうね、ところはありますけども、オリックスまでが状況的に現実味あるかなと。あと西武がどこまで貯金を残せるかによっても下の人間は変わっていくっていうね。この、で、西武とソフトバンクはね、次のカードから直接対決だからね、 これどっちかが落ちちゃうけど、どっちか負けないからね。だから下のチームも追い上げていけないんだよね。どっちかとは縮まらないからね。そういった意味ではどうなるのか。まあでもね、3位争いはまだちょっとわかんないなっていうね。落ちてきたチームは落ちますよっていうね。このゲーム差の展開になりますけど、皆さんどう思いますか。まあまだまだチャンスありますし。あと1ヶ月かなり面白いプレイ級がね、待ってますね。さあ今回のですね、パレイグエキサイティングモーメンズ。NFT ね。サトアツプレイ。 今回のプレイ、8月最終30、31の試合の中で無熱シーンはこちらですじゃーん !31 日のソフトバンク対ロック戦の初回6、5、6、4の変則ダブルプレイ、守備をですね、サターツプレイに推奨します。こちらです。はいということでね、皆さん、さあ、 これね、残り1ヶ月、どういう試合展開になってくるのか、まだね、まだまだ可能性あるチームもね、今言いましたけどありますからね、ぜひプロ野球楽しんでいきましょう。それでは、Enjoy! ベースボール